熊本県で獣医師になろう。やあ、くまモンと同じ熊本県出身の赤牛だよ。みんな、獣医師の仕事って知ってる？まず獣医師には犬や猫などの小動物のお医者さんの他に産業動物獣医師や公務員獣医師がいて、産業動物獣医師は主に家畜の健康管理や伝染病の予防接種、繁殖検診や治療などを行うんだ。公務員獣医師には国家公務員と地方公務員がいて、家畜衛生獣医師と公衆衛生獣医師に分かれているよ。伝染病の侵入や蔓延の防止と食の安心安全を通して人間の健康的な生活を守るのが公務員獣医師の仕事なんだ。獣医さんたちのおかげで人間は安心して食材を買ったり食べたりできると言えるよね。海や山など大自然に囲まれて豊富な地下水にも恵まれたここ熊本県で、みんなもやりがいある獣医師の仕事で世の中を支えてみませんか？